今日は留学生の面接です。たくさんの学生日本へ行きたかっています。書類選考が大変です。彼らは留学希望者です。候補者が多ければが多いほど選ばれるのが難しいなります。こちらは今日、こちらは直子さんです。こちらはケンさんです。こちらは京子さんです。こちらはトレイシーさんです。日本の交換プログラムの目的は何ですか？もし私が選ばれたら、日本の文化と日本語を勉強したいです。そうですか。それはいいですね。はい、目的がはっきりしていますね。そう。ケンさん、日本で何を勉強したいですか？私は日本で車の仕組みを勉強したいと思っています。頑張ってね。ケンさんの専攻は何ですか？機械工学です。が目的がはっきりしています。 I don't know. Can I call you in a little bit? I'm in the middle of an interview.京子さん、どんなサークル活動をしていますか？私はアニメ部に入っています。面白いですね。はい、性格は変わっているね。ちょっと変な人です。変なね。トレイシーさん、どれぐらい日本語を勉強していますか？わからんや。もう一度。どれぐらい日本語を勉強していますか？わからんや。そうですか。出てください。成績や性格や態度がよく、留学目的のはっきりしている学生が優先されます。候補者がたくさんいて選ぶのが大変ですね。